うい、はい、今日はナイトライダーの8をやっていきますかね。やっていきます。はい。でその前に、うん、今日はね、見てください。おお、いいね。Z だよ。Z でしょ。お母様サーバー。これね、うまいんですよ、これ。これ。ああ、それか。うん、これ。覚えある、覚えある。ね、うん、この、なんだっけ、この、なんていうの、うん、ケーキみたいな。これ有名ですよね、うん。ダブルマロンですよ。これすごいですよね、これ。日産の。ね、すごいね。日産でちゃんとこういうの売ってるんですね。うん、本社で買ってきてくれたっていう。だから、提供は桃田さんです。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。あとこれ大好きだね。みんな大好き。鉄板。シュガーバターさん。これはうまいやつですよ。これうまいやつ。うまと。あ、来ました。来ました。やったね。バカオケ。バカオケ。これうまい。これ俺ね、一番好きなのこのごま揚げ醤油味。これ一番好き。なんかね、このね、甘口カレーが、ね、意外と好きなんです、ね。あ、これ？うん、あ、二つしか入ってない。それ美味しいね。あ、そう。うん、まあ、この子たち、まあ、これね、バカオケどれ食っても美味しいからね。これは取られんうちに食べないと、うん、まずい。俺のごま醤油はどこ行ったか。そう、まあ、そう言わなきゃいけないんだよ。俺のごま醤油どこ行った。ダメですよ。ダメですよ。もう後ろからね、なんかこの下のは？この下はね、うん、ああ、よくわかる？うん、レンガ倉庫のやつとかだよ。じゃあ開けちゃっていいですかこれ、うん。あ、開けていいですか。あ、OK いただきました。これ尺取っちゃえへんか、うん、大丈夫か、うん、もう2分取ってる。あ、取ってね、うんうん、ちゃっちゃと開けますね、うん、これさ、昔の俺さ、おばあちゃんからよう言われたんだよ俺、袋を大事にね、開けなさいって、うん、なんでって聞いたらね、うん、あの後で使おうからって言われてあのおばあちゃん家にあるあのわけのわからんチラシのメモ帳みたいなやつだよね。そうメモ帳、もうそれがさ、うん、未だにそれが抜けにくくて、うん、バサバってやりたいんだけど、なんかね、なんかね、癖がついちゃってて、ダメなんです。そのメモ帳使わないでしょって思うんだけど、ね。使わないでしょってなるんですけどね。おお、うん、うまそう。あ、これか。あ、知ってる。あ、サービスエリアで。あるね。神子じゃなくて違うわ。海老名。海老名。そう。海老名サービスエリアで見たこれ。いや、うまそうでしょ、これ。うまそうでこれ。ね。美味しい。美味しい、美味しい、いただきました。まあ食べてなんかよくわからん今のところ、うん、食べてから言う、そうですね、食べてから言うやつね。じゃ食べてからうまいって言わないとね。いただきます。これはこれ本当だ、これそう、これナッツが効いてて ね、これ美味しそう、うん、あとで鍋さん食べてね、うん、俺先食うから、うん、どうですか。うん、うまい、うまいね、うまい、これうまい。ちょっと秘密基地にお菓子、うん、贅沢なお菓子が多いね、うん、多い、うん、でもいいよ、いいね、うん、これコーヒーが欲しくなるね、ね、うん、そのコーヒーもね、これもちゃんとね、ね、ちゃんとしたコーヒーだしね、ちゃんとしたインスタントではございません、うん、ちゃんと豆から組んで、ちょっと贅沢だね、ちょっとね、ここへ来てからね、うん、ちょっと贅沢になったね、うん、ちょっとコーヒーの味が分かるようになってきたしね、分かるようになっちゃったやっぱね、缶コーヒーってめちゃまずいなって思い出しちゃったもん、うん、もうね、あの缶のね、やっぱ臭みがね、ダメですね、あの水っぽい、なんだコーヒー風味みたいなね、うん、うん、ちょっとあんまりやっとるとあの怒られちゃうんで、怒られちゃうんでやりますかね、はい、やります、はい、ということで、はい、始まって今日はこの本当に開けるところから、ビニールを破るところから始めたいと思います、うんね、これは破っちゃうんです。これはメモ帳にならないから、ね、これはメモ帳にならないからもこれはね、うん、あの言われてないので大丈夫、おばちゃん怒られない、ね、おばちゃん怒られない、うん、ね、はい、ということで、あ、なんだこれ、こんだけ、いえ、あら、まあ、たまにあるのよ、はい、あのなんだろう、袋を開けて、うん、今回はキットだけで作るのなしとかね、うん、あ、そうなの、前にあるそういうのね、あ、そう。うん、で、次まで温めとくみたいな。温めとくみたいな。うん、はい。で、今回は、あ、スプリングが入ります。前輪とフレームだそうです。おう。
だそうです。伸びた。あのさ、左前輪中こそ、はい、これタイヤいるんじゃない。ごめんなさい。はい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 、タイヤがいるんじゃないの。タイヤいるんですか。あ、タイヤいるんじゃない。言われちゃうよ、あのおじさんに。ちゃんと開けてチェックしてから、ちゃんとチェックしてから、そう、用意してから始めるよ、それをしろよと、うん、何回やってんだと怒られるんですけどね。最近ちょっと自分が気にするようになってきたね。ネジを並べて、だけど、A ってどこにある、どこにあるってなっちゃった。これがね、でもね、これだとやっぱりこう一個一個小分けになってて、今回これ使うって分かってるからね、意外と。そう、今回はね、あの袋から開けただけなんで、リアルな、ちょっとリアルに初めてやる人の風でやらせていただきます。準備なしバージョン。そうです、準備なしバージョンです。すみません。多分ね、それそんなのいらんって言われる。あ、そうですね、ごめんなさい、あの視聴者さん申し訳ございません。私も準備不足でございますので、あの今回は許していただきたいと。まあね、これは、ね、別に案件でもなんもないからね。そう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 。自由ね、もうこれはね、やりたくてやってるだけなので、うん、もう勝手に自由に言いながらやらせていただいております。はい。でってこう。はい、やっていきましょう。ということで、今回はこの前回作ったね、このメンバーですね。うん、メンバーのところ、サスペンションメンバーのところを押さしていく。うん、まあ、かっこいいね。なんかすごいね、うん、これちゃんとでもね、分かりやすいようにちゃんと LR ってちゃんと入ってますからね、こういう風にね、これね、うん、見えるね、見えるといいんですけど、これをこうして KM っていうネジを使います。これですね、 KM。 もう机の上がなんかね、ネジだらけ。わかる、わかるっていうか、今こんな自分の背後はとんでもないことだから、ね、そう、ナゲさんのね、うん、あのフェラーリですか、うん、あれを見てて、まあまあなんだこのネジの数はっつって俺第一声言ってしまいましたからね。まあまあ机の上広いのにね、広いのにもうすでに終わったから、やっと半分までできて、これはね、でもね、ナベさんの自宅ではね、工房では結構わかるじゃん、あの本当今ね、デビュー5とかさ、うん、あのスーパー Z、 スーパー Z、うん、やばいっしょ。やばいっすね。そう、もうやばいね。それはね、ナベさんの工房も獣道なんかできるぐらいの汚さになる。じゃあね、俺ね、言ったんですよね、うん、何回かね、うん、いや、ナベさん動画撮るときはさ、うん、片付けてからやろうよって言ってたんだけど、うん、いや無理だわ。分かった、分かった。そう、これ2個並んどるって想像するとなかなかひどいな。無理だわ。そう、うん、でも今回も案件いただいたときに、うん、この場所があったから受けれたんだよね。そうだね。そう、あれ家だったらね、無理だったもんね。まあ本当あの10箱家に届いた時のあの、うん、俺あれすごかったね。マジで、あーって思った。本当ここあってよかった。うん、っていうかあの10箱は俺自分のあのちっちゃい車に乗ったのがびっくりだった。もうここへ来て、この工房へ来てね、うん、箱見た瞬間、どうしたこれって何が起きたって言われて、引っ越しかってもう引っ越し気分だったね。ねえ、あれ全部だから運送屋さん自宅へ届けたんですよね。佐川が来てくれて、佐川が、そう、で自分もさすがにね、往復何回も、まあ、一気にね 2,3 個ずつ運んでくれたけど、ちょっとさすがにね申し訳なさが出たもんで、自分も運んだ。あ、運びますって、そう、うん、トラックまで取り、あ、いや自分もさ、これですよねって思いっきり、ね、アゴラモデルって書いてある。俺しかない、俺しかないって。よし、これも今まだね8号なんで、うん、まだまだですよ。そう、多分そのうち師匠もこれ、うん、あのどうせまた来週来るからしまわんでもいいってあるいは机もう一個余ってない、ま、とか、なるべくは片付けても帰りますね。うん、一応多分ね、今のうちだよ。今は言える。今、うん、そう、そのうちちょっとね、もうだんだんちょっとね、うん、いやごめんナミさん、そうってなる多分。でも今ね、あの工房だとね、うん、全部閉まっとるで、一回一回、うん、まあまあめんどくさい、まあまあめんどくさいね。あ、こ
これ昔の、これ昔の、そう、うん、これね、ここにバネが、そう、バネがこういう風に入って、ね、で、これがロアームですね、うん、ロアームがこう入って、ここにスプリングが入ると、うん、これ昔のクラウン、1990年代、いや違う、ごめん、83年まで、うん、採用していた締まりなんですよ、うん、これクラウン、うん、この採用で、だ殺人的な、うん、あの足回りなんですよ、うん、でなぜかっていうと、うん、これ今こうやって押さえてるだけならいいんですけど、うん、クラウンの足回りってバネがこれ倍あるんですよ、これが、うん、でまあそのやんちゃなローダウンをしたいとか、うん、シャコタンにしたいとかっていうと、うんうんうん、外せないんですよ、これが。これで、うん、ここをこのネジを外して、うん、こういう風に外すんですけど、うん、実写の話ね、うん、実写の話なんですけど、うん、これを取る時ものすごい怖くて、うん、あの指をなくしたっていう人も実際にはいるぐらい、噂なんですけどね。それこそなんかネジ、あとバネ外すためのなんかこう締めとか仮締めしとくも、ね、ちゃんとね、だからちゃんとした順番があるんですけど、うん、それを行わずに、うん、興味本位というか、まあこんなんでいいだろうってやると、うん、本当に指を折ったり、しまいには本当に指をなくすっていうこともなるんで、怖いね。そう、これはね、怖かった、マジで。こっちはその方に掘るの、このさっき前回の時のなかなかこの通さなかった。今回はなんか素直にスススッと入ってくれます。最近ね、これを始めてからね、うん、あのアメリカとか、まあ、日本でもやるんですけど、うん、レストアのあの動画って。ああ、はいはい、ありますね、うん、あの。本当にボロボロになったやつを、うん、まず掃除して、うんうん、部品も一個一個新しいのに変えてっていう動画がね、結構アメリカとかでも結構流れてるんですけど、あれ面白いね、あれはね、もう見れる、よう直すなって思うね。そう、じゃあ結構やべえ車多いじゃん、あれ結構やばい車が結構、それさ、もうやめとこうよっていう、もう本当ね、うん、心の中で思うもん、うん、もうやめたらこれ金かかりすぎじゃないって思う内容が結構あるんだけど、うん、あの一回動画でさ見たのは 240Z をさ直すやつとか、あもうさサビサビでさ、ボディとかもフレームまでさ、うん、よう直すわと思ってさ、そう本当にね、レストアの気が長くないとねできないし、あとやっぱりお金もやっぱりそれ相当なお金かかるから、ね、見る分にはね、そうさっぱり見えるけど、さっぱり見れるけど、やってる方は、いやでもね、やってる方で大変だと思うよ、うん、一回一回ね、止めては移し、止めては移し、カメラを移動させてね、そういやあ大変だよ ね、見てる方はさ全然、ああなっちゃうんだこうなっちゃうんだってただ見てるだけなんだけど、うん、やってる方は大変だよ ね、特に車のああいう実写のね整備動画とかさ、エンジンルームをこれを外していきますとかつって説明してるけどさ、カメラが入んなくてもここが限界ですとかって説明して、分かる分かる分かるって。で今度はC の8、 何 C の8ってこれのこと、あそうですね、これのことですね、これがここに入るの、ここでネジがこういう風に止まるんだね、うん、タイヤを持ってこないといけないんで、うん、ちょっと移動していいですか、うん、僕は いいよ、師匠がダッシュ今手ブロ一周してきました、ちょっと手ブロ長いからね、はい、ちょっと長いんでね、これはどうなるの、え、どうなるのこれ、これは、あ、ここへ、あ、なるほどね、これが、うん、こう
縦に入って、うん、ここに入るんですこれ。こういう風にこれこういう風にこうスライドさせる、うん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 、スライドさせの KM っていうネジを止める。これはなかなかの仕事だぞ。これこのネジをここに入れるんですよ、うんうんうん、ね、うん、こういうふうにこういうふうに、うん、ちょっとだけ入れといて、ここをちょっと入れて頭が出たら引っ込めてぐらいで、この辺で止めて、でここ入れるんですよね。ああ、ここね、これ見える？あ、はい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 、見えた見えた。これこれこう、いやいや、なんかうまいことできないもんかね、これ。こうやって手伝っちゃダメだよね。これね、結構ね、わかるよな、そういうのね、多いのよ、そういうの。でもう一本あったらなって言ってたね。そう、あるんですよ、これなかなか。あ、入った入った、あ、入ってった。これ入ってんの？これ本当に入ってる？大丈夫？いや、まあ大丈夫。入ってんの？これ本当に入ってる？これ大丈夫？あ、でも抜けてこないってことは入ってますね。通ってるんだよね、これ。これ大変ですよ、これ、うん、これね、結構見た目より大変です。あ、本当に入ってるこれ。今度100均でドライブのセット買ってくるかね。あのね、今ね、自分が作っとる、使っとるね、うん、ドライバーセットが使いやすい。いや、入ってないぞ、これ。奥まで通した方がいいんじゃない、そこで。お、入るわ。あ、っていうことは、穴の方がいいってことらしい。穴の方はきちっと入ってなかった、これ。こういうことですね。こういうトラップがあるんですね。うん、ちょっと広げてあげる、うん。これは大変ですよ。なんかちょっと前までそれ味わったな。入んないんですけど。入んないんですけど。入ってないんですよね。いや、これずれるな。結構、結構大変ですよ。うん、いや、入ってないような気がするのは僕だけ。いや、入ってないね、これ。これ、同じとこ行ってるね。っていうことは、もっとこの辺ってこと？結構奥を入れないと。うん、入んないってことかな、これ。これ、鍋さん一人でやってんですよね。そう、結構しんどいよ。結構しんどいよね、これ。うん、だからね、結構ね、カメラから外れちゃったりとか。うん。いや、わかるわ、これ。なんか、こう、撮影の時間も気になりながらとかね、なんかね、いろいろなことを。うん。俺一人でやるのはなかなか。俺はまだね、鍋さん横にいてカメラ持ってくれてるから一応見せようとしてはいるんだけど、うん、なんでってなるでしょ。なんで入らん、なんで入らんってこれ思う。確かに、よいしょよいしょよいしょ、ついよいしょって言っちゃう。そう言っちゃうよ。言っちゃいけないんだけど言っちゃう。買った？取った。やった、よかった。これでももう一個反対があるんだよね。いや、今は作らないけど。んで、持って、今度はこれとこいつがここで合体させる、うん、ね、で KM っていうネジで通すと。でもまた通しにくいネジだね、これ。指刺さる指刺さる。ああ、
今のは悪い例ですよ、ねええ、今のは真似しないでくださいね。良い子は真似しないでくださいね。うんうんってうんってなるコピー賞でね、23君がね、うん、ついつい、うんって言いたくなるんですよって僕に説明するんだけど、うん、今分かった今分かった分かりますかって、うん、なんか分かるような気もするけど今は俺には分からないって言ってたんだけど、今何年越しで分かった、そう、うんって言うんですよ、うん、おう、これか、これか、23君分かったよこれが運か、そう、これが運か、なんか隣で暴れてる人が、なんかね、橋本さんが暴れてる、これ一人でこれやってたらさ、うん、一人でブツブツ言ってんだろうな、あのね、結構ね、ほんとここでさ、昼間にさ、休みの日にこう、うん、一人で喋りながらさ、うん、だけどさ、うん、こうインカムを今つけて喋ってるから、はい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 、はい、もうインカムつけてなくて、まあ、そこそこ大きい声で喋ると響くの、こう、あ、なかなかの虚しさだよ、わかる気がする、なんかあの風が強かった日なんかさ、うん、あの扉とかこうパタンとかなんか閉まるんじゃなくてガタガタ揺れたりするじゃない、うん、あれ誰か来たとか言うとかその時にあのちょっと一人でこう喋ってる、喋ってると見られたりする となかなか恥ずかしいね。それはわかる。それは恥ずかしいわ。ね、メンバーだったら、うん、まあね、わかるじゃん。うん、あ、今ちょっと大変な時だなとか。撮ってるなとかさ、そう、さしてくれるんだけど、うん。誰もいないからね。そう。素人には結構ね、危険な風に見えてしまう。でもよ、ここ一人で来てやってる ね。寂しくない？いや、全然ね。そうでもないよ。あ、そう。もう今ね、急いでやらなきゃっていう気持ちの方が強くて。あ、そっか。そんな余裕がないか。でもね、最初ね、夜中一人でこうってやっとった時とかは、怖い。もう慣れたね、さすがに。あ、そう。もうなんとも思わなくなった。いまだにね、うん、この、何、階段上がってくるにが、ちょっと怖い。うん、あ、本当？うん、薄暗いし。もうね、さすが慣れたね。じゃあ夜中忘れ物して取り行ったりとかやったりとかして。でもね、ここの2階はマジで怖いよ。いや、いいわ。あのね、奥の部屋をね、ちょっと行ってみにって言いたくなるぐらいの。いいわ。俺無理って言うよ。無理だわ。あのね、奥のやべえ部屋。ね、今泉さんの病院がそうですから。ああ、それに近いものがある。あ、そう。うん、あのね、ちょっとね、首を突っ込むぐらいで横を見る勇気もなかなかいるレベルのね。一回見せてあげたいわ。いや、いいわ、怖いわ。広くて何もなくてさ、やだわ。この部屋の壁が全部ない感じなの。いや、怖い怖い怖い。でもなんかね、冷たいの。寒いんじゃなくて冷たいんだよ、そこの部屋。コンクリ打ち話になってて、で、奥は冷凍。ナベさん一人で怖えねとか言いながら言うんでしょ、うんうん、あのね、もうね、ちょっといつもより気持ち小走り、あの早歩きでタッタッタッタって。あれ、これでいいの？もうそうだね。これでいいの本当に。なんかこういう時ね、隣を見えていいやつ。でも B6、ん？え、6B ってネジじゃないよね。これだよね。うん。刺すだけだよね、これ。うん。刺すだけですよね。いいんですよね。おいで。あ、来ましたよ。とうとう来ました。これがダックの方だから、こういう向きか？違うか？こういう向きか？あ、こういう向きだ。で、結構複雑な形してんね。なんかね、あ、こういう向きか。え？これでいいの？これだけ？いや、違うでしょ。いや、だって完成の絵見るといいよ。だね。
でも向きはこれだよな。向きこれだよな。この穴が、ここのぼっちの、この辺どっかにはまるんじゃない？あ、これじゃない？これここに穴開いてるじゃん。これこっちじゃん。これ？うん、そう。そうじゃない？違う。これがここにはまるの？これどうはまるの？こう来て。でも向きおかしくない？こんなになっちゃうの？これ違う。なんかさ、こうじゃない、やっぱこうだもんな。うん、こっちか。いや、違うな。うん、違うな。違うな、やっぱこうだな。外れた。え、何か外れた？ああ、外れた。向き合ってるよね、そもそも。どうして？うん。これが、こう向きでしょ。ああ、でもこの向きで言うと合ってるもんね。合ってるでしょ。合ってないってない？あ、合ってないわ。こうだ。そう。そりゃおかしいわ。そりゃおかしいね。こうだね。撮影しながらってね、意外とね、ミスるんだよ。ああ、わかる。そう。もう今ですら俺わかんなかったもん。焦らんでもいいのに焦るんだよ。焦るね。今すごい焦ったもん、俺も今。え、これこんな、グラングランでいいの？なんかすぐ取れちゃうんですけど。でもこれ結局それつけて、こうネジで固定される。あ、固定されるから、いいってことか。うん、そう。え、ほいで、これが、ここにちゃんと、ああ、はまってるわ。ああ、よかったね。これでいいんだ。うん。で、このネジが KM？ これが、こっちが KM か。ここへ来て、なかなか構造が、やっぱね、複雑。足回りは特に複雑だよね。ねえ。うん、やつ。そう、今自分の中でちょっと穴を利用して、うんうん、やってるかと思ったけど、ちょっと無理やつや、うん、ちょっと無理だった。今こう横着してれないね、うん、横着をするとうまいこといかないと。そう、ね、ちょっとまずここでちょっと仮止めをして、で次が GM。 こんなちっちゃいネジなんだ。そう、よくあるのよ、そういうのが。最初さ、そういうさ、GM ネジみたいな感じで固めてさ、取っといたの。うん。結局一個も使わずに捨てた。そうでしょ。うん。そうなっちゃうんだよ。俺も前回のやつがね、うん、ネジ取っとこうかなと思って取っといたのよ。うん。いや、待てよ。いざという時には。なんか、まあ、確かにね。ここだとよっぽど大きいんけどさ、家だとさ、もう異次元に飛んでいくときあるじゃん。うん、ここだとよっぽど見つかるもんいいんだけど、その異次元対策。異次元対策。もう家だと思う。もう無理だね。そう、もうよっぽど見つからん。無理だね。わかるわかる、それ。決して、なんかこう、なんだ、散らかってるわけじゃないんだよ。そう、なぜかね。散らかってるわけではないんだけど、なんかなくなって出てこないっていうね、うパターンは、まあ、あるね。あれ、まあね、別世界に飛んでる。これでもさ、この時点でさ、どうやったらボディにこれが来るわけ？ね。もうそれが不思議で今しょうがないんだけど。うん、できた。できた。いや、今日今回やってる。こんな感じ。ここまで、ね、ここまでだね。え、まだあるよ。うん、ここに GM ってネジ、これ。あ、それか。これどうすの？これどうすの？通るの？これ。これ通るんだ。ここだよ、これ。見える？もう今勘でやってます。勘でやるなんて。
あそこ。そう。これ。あ、なんかいけた感じだね。うん。硬さがちょうどなんか見えるこのネジが出てくる。あ、でもロックかかった。これはこっちのネジでやらなきゃいけないの。そんな中ね。それで、あ、これでいけた。このアッパーマウントとメンバーを止めるためのネジなんだ。固定させるね。そういうことだね。ちゃんと。これ。もうね、中が黒い、黒いネジに黒いから。余計に見えない、ね。余計に見えないんだよね。OK です。はい。やった、できた。終わりました。これで。ああ、いいね。サスペンションの。いやー、いいね。かっこいいね。まだでもここからどうやったらこうね、ね、行くのか、ね、行くのかがちょっとわからないんですけど、うん、まあとりあえず今日はまあここまでということで、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた次回は、今回が8号ですね。8号ですね。はい、じゃあ次回またねっていうかね、はい、お願いしようかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で、はい、ではまた、ありがとうございました。出せなさい。